抗議デモは海外にも広がっています。イランでスカーフのかぶり方が不適切だったとして、22歳の女性がイラン警察に拘束された後、死亡した事件をめぐり、イラン当局はデモ隊と治安部隊との衝突で、これまでに41人が死亡したことを明らかにしました。また、抗議デモは海外にも広がり、イギリス・ロンドンでは25日、イラン大使館前に数百人が集まってイラン政府に抗議しました。